ちは。どうも。どうも。はい。はい。もうだんだんどんどんになってきてますね、俺ね。月ラジオライムスター第24回。はい。ね、ここ3回ばかしちょっと LTV の。ここ3回ばかしっていうか、その、応募呼びかけから数えたら、もう、8回ぐらい。ずっともうビデオの話ばっかりしてたもんね。もう、ビデオはもういい。いい。もう、うんざりです。そうです。地獄です。地獄絵図。地獄絵図です。じゃあ、ね、ちょっと話、ね、遡るんですけど、はい、全国ツアー。おぉ。無事終了してお疲れ様でした。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 はい。まあ今まだクラブサーキットね、やってるから実はまあ、まあ、微妙にね、うん。なんだけど、まあまあでも本当に。うん。どうでした今回のツアーは。今回はね、すごいざっくりだけど。楽しかった。楽しかった。うん。過去最大規模でしょ過去最大規模だっていうか、いわゆる、今まで女性スタッフが道徳をするっていうことがあったんですけど、今回初の100% 男で。メンズ。メンズ。チンオンリー。まあ、要はね、まあ、ね、キャッチフレーズとしては、うん、親父だらけの修学旅行。オーバーサーティーで行きましょう。ほんとそういう感じ。うん、いや、でもあの浮気具合はね、マジで修学旅行的なものがあったね。しかも、あれでしょもう全編、ほぼ全編、車での移動だった。全編ではないんだけど、まあ、かなりな、部分は車の2週間近くの方いわゆるハイエースハイエースじゃねえや、うん、なんだろうもっとでっかいマイクロバスグランドキャビンみたいな、うん、そういうのに乗ってまあ本当ツアーバス的な感じで何人ぐらいのそこには俺ら3人とたけ、うん、ちゃんと、うん、岸くんマネージャーの岸くんと、うん、時々 PA の小沢さんみたいな感じかな、うんうん、でそれとは別に、うん、機材搬入ってあの機材とかのいわゆるさ見た人分かると思うけど、うん、電飾とかそういう、はい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 、と照明とかそういうのを乗ってた機材車っていうのはやっぱトレーラーっていうか、うん、大きいトラックがあって、うん、それにまたスタッフ2人北松井&角ちゃんバイク乗ってたりして、うん、そうそうそうでまあそのセットでこうガー移動してで途中サービスエリアよたりとかして、うん、みたいなところの全米ツアーみたいなそうそうもう君が憧れてるあの頃ペニーレイント状態そうですね、うん、話聞いて写真見せてもらったけどもめちゃくちゃ楽しそうだし羨ましいちなみにね写真館のアップがちょっと遅れておりますがすいません本当に申し訳ございません、でもあれさ最終的に俺ねでもし許されれば仕様的に許されれば DVD に入れたいんだけどねそう本当にやらないあのね俺自分で言うのもなんだけど、うんかなりね、アングルとかもいろいろ考えながら、ね、録音画質で撮ってますね、うん。普通にいい写真とかいっぱいあるし、うんうん、その辺ちょっと仕様が許せばできやりたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、そうそうそう。まあでもいわゆるあれだよな、あのロックバンド形式の回り方というか、そう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 車で、ね、バンドワゴンでずっと移動するみたいな。でね、もうなんていうの、そのスタッフ、まあ、うん、まあ、例えば照明笠原くんっていうのがいたりとか、うん、PA 野沢さんとか、うん、まあ、ヤーマン野沢、うん、バッドバイブスカクター、あとバッドじゃない、バイブスカクター、あと、変な太いバイブ。あと、まあ、山田くんこと松井くん、松井こと松井くん、まあ、松井くんは制作、うんうん。で、まあ、俺だと、あと、うん、まあ、ね、面白ギタリスト、たけちゃん。面白ギタリスト。なんていうの、まあ、そのね、なんかこう、チーム感っていうかね、うん、で、こう、ワイワイやってさ、うん、もう、まあ、夜はダラダラ飲んでふざけて、わ、うん、ーってやって、うん、で、車の中でもくだらないギャグ、わーってやって、うん、で、もステージではもう全員もう最高級のプロとしてビシッとベスト尽くして、で、またイエーイってうまい酒飲んで、みたいな、もうね、最高ですよ。男たるやね。こうあるべしって言ったら。いやいや、でも本当ね、そういう感じ、そういう感じ。うん、でもね、あの札幌の最終日の時、ビーチの打ち上げでも、死ぬ時に真っ先に思い出すような、死ぬ時に真っ先にっていうか、うん、ほら、自分がこう音楽、ね、お仕事にしてて、うん、何、どの場面を思い出すかなっていう時に、こう多分ね、こうあのツアーのね、ことを、NERD の、 あの口笛の曲とか思い出すんじゃないかなあでもその割に俺結構忘れてきてるけどね意外とね意外と、うん、まあでもなんかまあ楽しかった思い出が、うん、ね、あのマナー知らずのやつがピロ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 、ね、あれですかね面白いわよ、うんうんうん、まあ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 どっから
話したらいいかな、ね、細かい部分に関しては。放題すぎる。じゃちょっと地味なあたりからいくと、うん、僕、ちょっと地味な話、はい、今回のね、旅の僕のね、最大のお供は、うん、iPod だったんですよ。ほうほうほう。iPod 持ってって、うん、で、こう、あのね、座席がもう決まってるわけ、やっぱ、このバスの中だと、うん、ある程度。俺一番後ろの席で、まあ、バスだよ、バス。そう、バスじゃん、マジ最後尾のやつ。ミスターダイナマイト、そうそうそう。まあ、ミスターダイナマイトで、最後尾に座って、で、こう、まあ、寝頭っていうか、こう、うるさくないようにっていうのも含めて、イヤホンして、うん、で、音楽を静かにかけながら寝たりとか、うん、車窓を眺めたりしてたわけ。車窓。世界の車窓から。で、あのね、四国入りするときに、うん、瀬戸大橋を渡ってって、瀬戸内海から入ってるときに、はい、まあ、尾道ぐらいから入ってるとき、うんうん、そして、あ、そう、尾道、あの瀬戸内海だ、やばいやばいと思って、うん、iPod で慌てて時をかける少女散歩で、なんで入ってるんだって、完璧に入ってて、時をかける少女。もう狙ったんだ。狙ってなかった。で、時をかける少女散歩をこう流して、うん、でもこうね、こう聞いて、もうすごい、美しいんですよ、瀬戸内海が。やっぱ、うん、もう本当に綺麗なんだ。綺麗だね。いわゆる日本的な美しさの極致だと思うんだけど、要するに箱庭的な美しさっていうか、ちまちま、ちまちま、ちまちま島があって、ちまちまなんかね、いろんなものがあって、そのちまちまが全てこう色とりどりで、すごい綺麗で、もう最高なんです。天気もすごいいいし、天気も今回すごい恵まれて、もう快晴だらけなわけですよ。でも風が、ね、窓からちょっとバーッ入ってきて、いいね、で、そこでこう、もう、ルルルルルーかなーってさ、もうね、みんなね、前の方の席だから気づかなかったと、俺本気で泣いてたのね。ボロボロ、ボロボロ泣いてたわけ。うん、もう感動して、うん、そのきっかけと混ざっちゃっても、うん、で、こう、あーって、で、聞き終わって、あーって、こうね、こうやって拭いて、パッて取ったら、うん、一番前のね、助手席にいた、ヤーマン野沢氏がね、うん、ヤーマンヤーマンって。あの人ね、でっかい橋を通るたびに、やばどこに向かってしてるのか分かんないんだけど、気持ちいいからだと思うんだけど、さ絶叫してるわけ。もう、でも、全部ヤーマンあまりのギャップにもう笑っちゃって、もううるさいなとかって言われて、こう、ね、俺が美しい音楽を聴いて、またもう元のモードに戻ろうとするんだけど、前の席でこういう、手を両手のでっかい出してるのが、もう目立ってくなって、もうね、もう、そこから先はちょっと涙が出てこなくなりましたけどね。でも、あれが景色的、な感じだとあの辺が一番盛り上がってたね。そうね、景色がね。あと、まあ、写真館でも出てくるけど、その後さ、四国からまた、もう一回、北陸の方に抜けるときに、日本海沿いをさ、こう、ぐーっと通ってるときに、やっぱ日本、あとサービスエリアとか止まると、もう日本海バーン見渡せたりとか、あと、あれだな、四国から神戸サイドをガッと見渡せるサービスエリアとかさ、あの辺の景色もやっぱすごいもんなったね。淡路島、淡路島、そうそうそう。なんか、ジン君と佐竹さんがさ、知ってる。あ、一番の名物。一番の名物。あれも日本海とか。あ、日本海。あれはね、富山から新潟の移動。あれも綺麗だもんね。うん。天気良かったからね。まあまあ、そんなね。まあでも iPod かとも。だからそのシチュエーションでね、こう、iPod をシャッフル機能にしとくと、ほら、DJ、あれでもうすごい意外な選曲をガンガンしてくるわけよ。MSC の次になんかスパンダーバレーとか。一緒に入れとくこうかしら。いや、入れとくこうだって1万何曲入るわけだからさ。だってなんかジャンル別に分けたりで。いやでもシャッフルってのはその面白さなわけよ。だからありとあらゆるものをどか入れしといて、ね、もう意外な選曲がポン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 来るわけよ、そういうさ。まあ、面白い、ね。そう。で、だからその選曲とセットで俺は結構思い出になってて、鹿児島で初日、鹿児島でちょっとリハと本番の間に時間が空いちゃって、リハまでの間から時間が空いちゃって、俺は一人でこう鹿児島の街をこう iPod 聴きながら散歩しててさ、で、ほら、なんだ、玉の跡とかがさ、ついてるような、西南戦争のさ、玉の銃弾の跡がついてる石垣とかのあたりを歩きながら、塾のシャトーを聞きながらね。違うじゃん、そうだ、そうだ、その辺のこう、アンバランス感。その次にスパンダバレーとか ABC とかして、いいねとか、そういう、こう、楽しいね。その後折り紙が来たりとか、そういうね、そういう、こういうガックンガックンみたいなね、まあ、それすごい楽しくて、そういう思い出残ってたりとか、あと、やっぱこう、ツアーバス乗ってて、俺後ろの席でずっと iPod 聞いてて、広島入りした途端にね、広島出身のアイドル、Perfumeの曲が流れ出したりね。よくできたもんだなと。気が利いてるよな、みたいな。そんな、iPod の気が利きぶりに感心することし。で、当然、あとね、あとそうだ、1日、どっか、どこだっけ、あれ、日本海、北陸でオフの日なんだっけ。
金沢じゃねえや。どこだもん。どこだ、ね、新潟か。どこだ。とにかく俺が一人で、一人で水族館とか行った時。新潟か。あの、とにかく時間が空いたのね。一、うん、日ぽっこり、うん。で、着いて、あの、まあ、休みの日ですよ。うん、で、本当に中途半端に空いちゃったから、俺一人で、うん、あの、水族館に行ったの、うん。日本海なんとかかんとか水族館みたいな、うん。結構その水族館がすごい楽しくてさ、うん、何が楽しかったっていろいろあるんだけど、あの、まずね、ま、血の狂ったマンボウ。どんなマンボウ？マンボウってすごいでかいのね。でかい。いや、でかいよね。ものすごいでかいわけ。で、俺初めて実物見たから、こんなでかいのかね、うん。マンボウってすごいでかいよね。いや、何だそれ。でかいよ、マンボウ。いや、そんで、なんだけど、その割に水槽が小さいのかな、なんか知んないけど、その、ほとんどマンボウで占められちゃってるような水槽 で、多分もう、頭がおかしくなっちゃってるわけ。だから、あの、もう、平らに横になったままずーっとぐるぐるぐる、ね、ずーっとぐる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 回ってるわけよ。もうずーっとウィンドミルしてるみたいな、そういう感じなんだけど。ヒラメっぽくない？ヒラメっぽくない。うん。もう気の狂ったマンボウ。あとね、終わりかよ。あとね、ベストパフォーマンスはね、あの、ベストパフォーマンスはね、ラッコ。ラッコがね、ちょうどね、そうちょうどね、あの、餌付けの、あの、餌やるところにちょうどね、来たわけよ。ラッキーだね。うん、ラッキーにも。でね、みんなね、見たことあるかしらんだけどね、ラッコの餌の食い方、ほっぱね、いじきたねんだよ。あの、タコかなんかをこうね、くれてるんだけど、タコをこうやってね、乗っけてね、こうね、もう、もうね、ものすごい、ものすごいスピードで手、ちぎっては口に運ぶ、ちぎっては口に運ぶ。この動きはものすごいスピードで。乱雑なんですよ、それは。これが、で、もうこう、首とかも動かして、もうなんていうの、とにかく、あのね、そう、あの、ね、要するに、人間で言うと、慌てて饅頭をこう食いまくって、お前そんなに食い方したら喉詰まらすぞ、みたいな、そういう食い方してるわけ。で、もう、奥の人慌ててっとくみたいな。で、それが結構面白くて、それを延々一人で見てたりとか、あとね、こう、まあ、表出て、まあ、イルカとかもチラッとね、見て、イルカショーとか間に合わなかったらイルカ見たりとか、あとペンギンがいるわけ、ペンギンがわーっと思ってんとこに。でね、まあ、ペンギンがまた不気味な鳴き声を出すんだよ、なんか、おーおーみたいな。会長みたいな、うん。そうそうそう。で、ペンギンってさ、こう、二本足で立って動くから確かにすごく可愛いし、あの、擬人化して見れちゃうんだけど、あの、その不気味な鳴き声、その他もろもろ総合するに、あいつらはすっかり鳥だな。ペンギンは日本足で歩くから擬人化されて見えがちだけど、あれは普通に鳥だなと、うん、っていうことを再発見。どの辺でいや、だからその体調音とかもそうだし、あとね、バカなわけすごい。あの、見てたカップルの人の女の子が鏡で、その、壁にこう、光を反射して何かが動いてるように見せると、それをこっち一生懸命こう追っかけて、で、ふってなくなるとこう首を細かく、バシャーンって飛び込んだ。すっごい面白いんだよ。で、要するに、あの、二本足で歩いてるから、歩いてるから、なんか可愛く見えるけど、あいつらは所詮低能な鳥だと。うん、で、まあ、もう閉館ギリギリ1時間ぐらいだったんだけど、閉館間際までいて、で、こうやって、そしたらもう誰もいなくなっててさ、で、タクシー、前に止まってたタクシーがもういなくなっちゃって、しょうがないからその水族館発のバスをこう、一人でこうずっと待ってて、で、そこでもうすかさずもう NERD を出してね、もう、うん、そう、ワンダフルライフを聞きながら、バス来てさ、うん、こう、夕焼けの中、バスに揺られながら、ワンダフルライフを聞いて、ワンダフルレイスプレイスを聞いて、帰ってきて、それはすごいね、あの、ツアーの間の、個人的なすごい、いい思い出ね。うん、よかった。観察力高いね。うちか。ネタだなぁ、そうね、ネタ。360ネタ。まあ、そんな感じでね。うん、まだまだ。最後、無理やりツアーの話になったから。相手は大体、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 あとは、ラッコの石汚さと、あと、ペンギンは鳥。あと、マンボウはもうちょっと大きい水槽で買いました。マンボウの話面白かった、ね。うん。狂ったマンボウ。それで終わりだったと思う。そんな感じですね。まあ、ツアーの話だからよくわかんない。じゃあ、まあ、とりあえず、俺のエピソードだから、今日はさ。だからあとはまあみんなでね、リン君でかましてくれますよきっと、ね、うん、じゃあ、次回もまた全国ツアーの、エピソードを聞いていこうと思います。はい、ではまた来週。